渋沢栄一昭和6年11月11日は、日本の武士、官僚、実業家、事前家、異界君当社区位は、正二位、君一党支社区、画号は正円。江戸時代末期に農民から武士に取り立てられ、明治政府では、大倉省有事務取扱いとなり、大倉大輔、井上薫の下で、財政政策を行った。退官後は、実業家に転じ、 第一国立銀行や理科学研究所、東京証券取引所といった多種多様な会社の設立、経営に関わり、二小学籍第三大社長を務めたほか、商法講習所、大倉商業学校より新紙幣一万円札の顔となる。また、令和3年に渋沢栄一を主人公とした NHK 大がドラマ、青天をつけが放送される予定。 天保11年2月13日、武蔵国半沢郡血洗島村に、父、渋沢一郎衛門元助、母、栄の長男として生まれた、陽名は栄二郎、後に栄一郎、厚志田優、徳太郎を名乗る、渋沢清一郎はいとこにあたる。渋沢家は、アクアマリンの製造販売と養蚕を兼営しまい、麦、野菜の生産も手掛ける効能だった。 原料の買い入れと販売を担うため、一般的な農家と異なり、常にそろばんを弾く、商業的な才覚が求められた。栄次郎も、父と共に、新州や上州まで愛を売り歩き、相場を仕入れる作業も行った。14歳の時からは単身で相場の仕入れに出かけるようになり、この時の経験が、ヨーロッパ時代の経済システムを吸収しやすい素地を作り出し、 後の現実的な合理主義思想につながったと言われる。一方で5歳の頃より、父から読書を授けられ、7歳の時には、いとこの小高淳中のもとに通い、四書五教や、日本外史を学ぶ。剣術は、大川平米より、神道無念流を学んだ。19歳の時には、淳中の妹、小高千代と結婚、なお栄一郎と改めるが、文久元年に、江戸に出て、 海保漁村の門下生となる。また、北進一東流の千葉栄二郎の道場に入門し、剣術修行の傍ら勤労士士と交友を結ぶ。その影響から文久三年に、尊老上位の思想に目覚め、高崎城を乗っ取って武器を奪い、横浜を焼き討ちにした後、長州と連携して、幕府を倒すという計画を立てる。しかし、順中の弟、 尾高長七郎の懸命な説得により中止する。親族に類が及ばぬ幼父より感動を受けた。帝裁を取って、京都に出るが、8月18日の政変直後であった。ため、勤労派が長落した京都での死守活動に行き詰まり、江戸遊学の折より交際のあった一橋家家臣、平岡園四郎の推挙により、一橋義信に仕えることになる。官中は、一橋家領内を巡回し、 農兵の募集に携わる。主君の吉信が将軍となった12月5日慶応3年12月9日、のに伴い幕臣となり、パリで行われる万国博覧会に将軍の名代として出席する吉信の異母帝、徳川秋武の随員として、五感城閣陸軍付長役の肩書を得て、フランスへと渡航する、パリ万博を視察したほか、 ヨーロッパ各国を訪問する秋田家に随行する。各地で先進的な産業、軍備を実験するとともに、社会を見て感銘を受ける。ちなみにこの時に彼に語学を教えたのは、シーボルトの長男で通訳として同行していたアレクサンダーである。帰国後もその交友は続き、アレクサンダーは弟のハイン・リーヒと共に後に、明治政府に勤めた渋沢に対して、 日本赤十字社設立など、たびたび協力をするようになる。なおフランス滞在中に、五官城閣陸軍付懲役から外国武行支配懲役となり、その後改正所武行支配懲役に転じている。パリ万博とヨーロッパ各国訪問を終えた後、秋武はパリに留学するものの、大政奉還に伴い、慶応4年5月には新政府から帰国を命じられ、9月4日に、 マルセイユから帰国の途につき、同年11月3日に、横浜港に帰国した、大倉省時代帰国後は、静岡に謹慎していた吉信と面会し、静岡藩より出資することを命ぜられるも、吉信より、これからは、お前の道を行きなさいとの言葉を排除した。その後、フランスで学んだ、株式会社制度を実践することや、新政府からの拝借金返済のために、 明治2年1月に静岡で商法会所を設立した。ところが大隈重信に説得され、10月には大蔵省に入省することとなる。大蔵官僚としては民部省改正係を率いて改革案の企画立案を行ったり、土僚校の制定や国立銀行条例制定に携わった。1872年には紙幣僚の頭に就任、ドイツで印刷された。 明治通報を取り扱ったが、暗殺事件の発生も少なくなかった。予算編成をめぐって、大久保利道や大久重信の部と対立し、明治6年に井上薫と共に退官した。明治8年、商法講習所を設立する。退官後間もなく、官僚時代に設立を指導していた第一、国立銀行の東取に就任し、以後は実業界に身を置く。また、 第一国立銀行だけでなく、77国立銀行など多くの地方銀行設立を指導した。第一国立銀行ほか、東京ガス、東京海上火災保険、王子製紙、電園都市、秩父セメント、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリンビール、札幌ビール、東洋宝石、大日本製党、明治製党、 渋沢倉庫など多種多様の企業の設立に関わり、その数は500以上と言われている。1887年頃には渋沢を下う経営者や管理職が集まる留門者が組織され、昭和初期には数千名の会員を数えた。外人土地所有禁止法に見られる日本移民排斥運動などで日米関係が悪化した際には対日理解促進のために、 アメリカの報道機関へ日本のニュースを送る通信社を立案。成功はしなかったが、これが現在の時事通信社と共同通信社の起源となった。渋沢は財界引退後に渋沢同族株式会社を創設し、これを中心とする企業軍が後に渋沢財閥と呼ばれたこともあったが、これは死後の財産争いを防止するために便宜的に持ち株会社化したもので、 渋沢同族株式会社の保有する株は、会社の株の2割以下、ほとんどの場合は、数パーセントにも見たないものだった。昭和6年死去。去年92、震災復興委員委員、左から渋沢、伊藤美代事、加藤孔明渋沢と青い目の人形を渋沢は、実業界の中でも、最も社会活動に熱心で、東京市からの要請で養育院の委員長を務めた、他、 東京事警会、日本赤十字社、大予防協会の設立などに携わり財団法人、青露家国際病院所代理事長、財団法人滝野川学園所代理事長、YMCA 艦隊併用連絡会議の日本側議長などもした。日露戦争開戦の前年にあたる明治36年、大院貿易の重要性を認識していた渋沢は、大熊重信らと共に、 日印協会の設立に携わり、第三大会長を務めた。関東大震災後の復興のためには、大震災前後回復会長となり寄付金集めなどに奔走した。当時は、実学教育に関する意識が薄く、実業教育が行われていなかったが、渋沢は教育にも力を入れ森ありのりとともに、商法講習所、 大倉喜八郎と大倉商業学校の設立に協力したほか、二小学籍の第三代社長に就任した。学校法人国士官の設立、経営に携わり、井上香織に壊れ同志社大学への寄付金の取りまとめに関わった。また、男村助費の影響が残っていた女子の教育の必要性を考え、伊藤博文、勝海舟らとともに女子教育奨励会を設立。 日本女子大学校、東京女学館の設立に携わった。また、日本国際児童親善会を設立し、アメリカの人形と日本人形を交換するなどして、交流を深めることに尽力している。1931年には中国で起こった水害のために、中華民国水災道場会会長を務め、義援金を募るなどし、民間外交の先駆者としての側面もある。 なお渋沢は1926年と1927年のノーベル平和賞の候補にもなっている。帝国議会議事録明時22年から同37年の15年間に渡り、深川区会議員を務め、区会議長にも選出され、深川の発展のために尽くした。また、この間に、第一回衆議院議員総選挙に出馬の意思表明をしなかったものの東京をごにて94票を、 獲得、有効票とされ、辞典となった。1890年9月29日には、貴族院議員に直選され、同年12月15日の第一回帝国議会貴族院本会議に出席したが、以降は出席せずに、翌年1891年10月29日に辞任した。1901年5月16日には組閣の対名が降った。 井上薫から真っ先に大倉大臣として入閣を求められたが、これも辞退している。断られた井上は渋沢が増昇でなければ、祖閣の自信がないとして、直ちに退名を廃じ、井上内閣は幻に終わっている。大正五年に論語とソロバンを表し、道徳経済合一説という理念を打ち出した。幼少期に学んだ論語をよりどころに倫理と利益の両立を掲げ、 経済を発展させ、利益を独占するのではなく、国全体を豊かにするために、富は、全体で共有するものとして社会に還元することを、特と同時に自身にも心がけた。論語とソロ版にはその理念が端的に次のように、述べられている。富を成す根源は何かといえば、人義道徳。正しい道理の富でなければ、その富は、完全に永続することができぬ。そして、 道徳と離れた、欺瞞、不道徳、健忘術数的な詳細は、真の詳細ではないと言っている。また、同社の次の言葉には、A1 の経営哲学のエッセンスが込められている。事柄に対しいかにせば、道理にかなうかをまず考え、しかしてその道理にかなったやり方をすれば国家社会の利益となるかを考え、さらに隠すれば、事故のためにもなるかと考える。そう考えてみたとき、 もしそれが、事故のためにはならぬが、道理にもかない。国家社会を無利益するということなら、世は断然事故を捨てて、道理のあるところに従うつもりである。幕末に栄一と同じ観点から備中松山藩の、反省改革にあたった、陽明学者、山田報告の門人で、吉と死亡一論を論じた、三島中州と知り合うと、両者は、意気投合して栄一は、三島と深く交わるようになる。 英一は、三島の死後に、彼が創立した二小学者の経営に深く関わることになる。関東大震災後の日本の言論会には、世間の風潮が利己的、傲満になった時、自然が点検として、大災害を起こし改革を促す、と解釈した点検論が流行したが、その口火を切ったのは渋沢だった。点検は腐敗したブルジョや近代産業文明を批判し、平等や、 自然回帰を賛美する流行語となったが、不自然さや偽善性を感じた人も少なくなかった。首相者だった渋沢も、点検だという人は、本当に、これを点検と思っているのではないかもしれませんからと、苦言を呈するようになった。2024年度発行予定の1万円札見本議会釈位、勲章等外国勲章廃用隠居招廃等、渋沢一郎衛門。 渋沢栄一、渋沢一郎貞子。渋沢徳次渋沢武之助、渋沢正雄渋沢秀夫、た子ことこ愛子、渋沢元春。渋沢慶三渋沢信夫、渋沢友純子、花子。渋沢和夫。渋沢正秀のり子、玲子。男女、最晩年の渋沢を囲む家族。左から三人目は、長男の徳次妻子諸子を含めると、 多数の子女がいたが、着室の7人の子女とその配偶者及び、その子女によって、渋沢同族会が結成された。孫曹孫、小高淳中刑図、穂積屋刑図、及び、諸井公平系図も、参照歴史小説、編集休みたつ町亭、ありがとうございます。